40万人感謝の突破記念でとしまして、スイッチ3つ用意しました。応募は、チャンネル登録してあることとか、まあ、いつも通りのやつです、はい、ご応募お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくとも。はい、ということで大阪に来ています。まあ、今はもう夜なんでね、明日起きたら好きなだけ服を買ってもらいます。やるつもりはなかったけど、はい、大阪来たら服欲しいっていう人が多かったんで、ね、YouTuber たるもの服買うってなったらもう企画にするしかないの。もう何でも企画にしたやっていきます。明日会いましょう。会いましょう。はい、ということでヤバいやつが振りちぎったみたいなんで出てきてもらいましょう。来た。やばいやつ。やべえ顔してる。これは何買ったんですか。これはなんかジージャンみたいな。ジージャン。ジージャンね。ジージャンって言ったらね、普通のジージャンなんで。3,000〜4,000とかの。はい。5万5千円。この男はほんまに。ジージャンだよ。ほんと金無限に持ってると思われる。大丈夫。先週ぐらいにこれ買ったばっかだよ、これ。これはね、これはね、無限なのに。インフィニティ。よし、振りちぎっていきましょう。行こうぜ。やばい。最後。またまた振りちぎった方たちがいるらしいで。いるらしいね。あ、来ました。あ、危険が来たぞ。エイプの貫通買ったりました。貫通。まあね、気になると思うんだけど、今。明るさ調整して。明るさ調整。してして。気持ち悪い。おい、最後なんつったお前。気持ち悪さ調整あった。ねえよ、ねえよ、もう俺のポテンシャルだよそれ。何カメラどうこうのせいじゃないから。どうすか大阪。いやーいいね、やっぱ気持ち悪い。でも気持ち悪いから離れよ。どこいても俺は俺だから。あおかっこいいのと言うあ、あ、来た来ましたね。おまあまあエイプでしょ。おー、エイプね。結局はみんなエイプで買ってね。まあまあ後でお楽しみってことで。はい、ちゃいますか。ゴリラさんも買ったよ。来た。おー、来た。ちょっとこれ可愛いかなと思って。帰宅しました。イエイ。顔がギリギリした。処刑台。内首みたいなやつ。内首です。経歴ってなんだよ。ちくびしされてただろ。なんだその仕事はよ。確かにやめろ。突然始まってしまいました。はい、爆買いにより生まれました久しぶりの企画、インスタバトル。よいしょー、よいしょー、大阪バッテン。1人2アイテムか3アイテムぐらいまた買ってしまいましたので、インスタをね、写真見せていろいろ紹介してもらって。よし。で、あの公式のインスタできたじゃないですか。はい、やな。あれ結構みんなフォローしてくれてるんで、まだしてない方はしてもらって、そこからいいねで投票お願いいたします。お願いします。見た人は、今回はですね、ビリとかじゃつまんねえから、だからランダムでも何位か決めよう。おわぁ、そういうことか。それやばいじゃん。いいね。メンバーで争いとかよくないから。あー、ビリの人とかなんかさ、馬鹿にされたりしたらかわいそう。あー、もう素晴らしいね。大賛成。今回は何位ですか。じゃあ3位。お、3位。うわ、一番極まるとこや。3位の方が、僕たちが前買った衣装あるじゃないですか。3日間それで過ごした。うわ、結構派手よ。結構派手なんですよ。やばっ。あれスター錦の、錦のしかない。いや、本当に FNS 歌謡祭みたいな。そう1人だけ。やだー。でもね、3位ね。だから日置ね、いいね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、まあ僕残っております。僕ね、まずこの靴でーす。はい、超かっけえ。エアハラチって言います。エアハラチ聞いたことない。はい、ちょっと昔流行ってましたね。あ、そうなんだ。僕クラスのコレクターになるとね、今欲しい。あ、なるほどね。ヴィンテージっぽい感じ。はい。そしてエイプのね、普通に路面店があったんで大量に購入しまして、1個このパーカー、シャークですね。かわいい。これ水色でかわいいんですよ。もうシャークがいい。黄色いいの。コーディネートはもうザアメイジングエイプ。アメイジングエイプ。アメイジングエイプって何だ。
これもちょっとわかんない。お前なんでエイプ来てんだよ。アベイシングエイプって名前なんだ。あ、そういうことか。あんまり価値ない。ちょ、アメージがない。いや、その通りよ。俺こっちの間勝手に来てて売り飛ばしても文句言う。文句言うでしょ、それは。じゃあ、あと2人のこのエイプの方、終了です。終了です。おいやめてください。違うんだ。あ、そうなのね。スクエのリスペクトがないと申し訳ないです。すいません。アベイシングエイプね。はい、もう一生忘れないぜ。というわけで、じゃあ次は私が紹介しようかな。アベイシングエイプのこちらです。パンツでございます。おー、これ超いいよな。これもね、これやばい。折りたたんでるから分かりづらいけど、ちゃんとサメあります。これもう少しエイプがさらにバズったら、これプレネ作った。うん、絶対作る。うん、絶対作る。うん、絶対作る。いろんなカラー入ってる、珍しいやつ。これそうだよね。全カラー入ってるぐらいじゃない。いくら？これね、22,000円ぐらいでしょ。多分ね、7万ぐらいまで上がるかもしれない。やばい。エイプね、結構ね、カラフルなやつね、プレネ作る。うん、そう。前もちょっとあった、こんなカラフルなやつ。あ、そうなんや。それすげえプレゼント。あとね、アメ村でね、ちょっと店の名前忘れちゃったんですけど、ちょっと明るめのパンツ欲しいなということで、こういうちょっと蛍光色のパンツを買いました。私これね、アメ村や。え、ちょっと待って、パンツ2個ね、今回。今回それで勝負ということで。違う、上は買ってません。ねえんじゃねえ。まあ上はまあ普通のやつで勝負します。ありがとうございます。コーディネートテーマはやっぱりね、ちょっと早めのサマーボーイですね。ありがとう。はい、じゃあ教育。はい、俺もアフェイシングエイプ。おー、じゃじゃん。これトレーラーです。あれくんだよ。一緒やねんか。サマーボーイの最初教育買おうとしたんだけど、サイズがでかすぎて着れなくて、サマーボーイ奪われる。そうそうそう。で、意地の同じカラーのトレーナーを買う。あまりに悔しすぎた。テーマは、あ、もういっちゃうんすね。早いな。アメイジングなんだから、アメイジングなんだから。アメイジングの盛り合わせ、これでいきましょう。アメイジングで行っちゃったんだ。アメイジング200点。はい、じゃあ、まだ俺は今回服じゃないんだよ。お、靴。結構金使ってて。うん、まあまあ使ったね。おお、お靴29センチのお靴。いや、冗談。いや、冗談。え、冗談。冗談は。これもう一個ね、あと帽子欲しくて。あ、そう。結構いい感じのさ、帽子買ったんだよ、俺。ダサっ。ダサって言うな。で、今回お前罰ゲームになることないわ、どうせビリだし。でさ、お前もう動画中にこれも紹介してる。あ、そっかそっか、大丈夫。で、今回の僕のコーディネートテーマ、スカイジャンピングハート。イエー、巻き戻して巻き戻して。あ、なるほど。もう一回テーマ発表して。テーマ、スカイジャンピングハート。イエー。で、叩いたよね。叩いた。え、俺こっちだと思う。うわっ、こっちの手前が食べられる。え、こっちな。うん、こっち。俺こっちから聞こえる。うわ、ちょっと待って、怖い。また降りそう。ほらほら、こっちだ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 。また降りそう、また降りそう、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 そこ、降りそう。ガチで。電気消して。一回消して、それつけて。じゃあ、俺それで折ったら、ちょっとやばい。あ、大丈夫だ。今日いいね。うん、どんどん。やばい。今言ってない、今言ってない。風とか無風やん。うん、全く吹いてないよ今日。風、私ですね、前回王者です。3位になれ、3位になれ。僕はもうやばいですよ。一人なんかやべえの買ってたわ。一人1位です。はい、来ました。シュプリーム様のですね、バッチバチの G ジャンですね。これやばいよ。いや、もうこいつ同い年だからさ。金どっから湧き上がってんの。もうでも本当服にしか使ってないよね。なんかね、定期的に入ってる。後ろにやべえ、最高って書いてある。本当だ、最高。すごくない？シュプってだってアメリカのブランドで日本の文字を入れてる。あ、甘くない？日本語でシュプリームだと思ったの、多分。あ、最高。至高だから。至高なんだけど。さあやば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 ということで、後ろにもね、もうシュプリームバーン入ってて、いやバチバチ。これででも6万で安いなと思って、すぐ買ってすぐ買ってたね。はは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 これのコーデテーマ、最高。あー、最高。すごい、最高、最高。いや、もうこれでもうね、1位ありがとうございますって感じですね。これ逆に1位になるかった俺。まあ、次の次に1位にしようか。どうしよう、どうしよう、やめて。ということで、まあちょっとドアがね、最近おかしい気はするんですけれども、まあ近々ホラーナイトもあると思いますので、皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。インスタの公式アカウントからメンバーのこのバッちょっとやばいな。
バトル用の、アカウントありますので、はい、そこからメンバーのこの買った商品を使ったコーディネート見て好きなやつにいいねしてください。はい、バイバイ。それで次の動画でお会いしましょう。バスティーズ、バスティーズ、バスティーズ。